はい、今回からですねプレイするタイトルは、イーストワードの追加コンテンツ、よみがえれカモメ町。イーストワード本編ではね、結構辛い冒険、大変な冒険をしてきた主人公たちですけれども、なんて言ったらいいのかな、伝わりやすいかな、パラレルワールドでいいのかな、本編とは似たような世界観、似たような舞台、似たような登場人物が出てくるこの、追加コンテンツになるんですけれども、本編とは違う世界線になるので、平和な世界でスローライフを楽しみましょうみたいなね、そういったスピンオフ作品になっているみたいです。いや、楽しみにしてました、待ってました。早速遊んできましょうかね。これは別世界のお話。予言の通り、静かに世界は終わりを迎えた。暗闇に女神は歌った。うつうつとした雲が散る。たおやかに女神は踊った。ざわざわとした風が吹く。望みが再び目を覚ます。その時大地の子らは願った。けれども星の流れが変わったのか、少年がおもちゃをなくしたからか、運命の歯車がいつずれたのか、それは誰にもわからない。ようやく着いたぞ、ソロモン。いやー、イーストワード本編自体何年前にプレイしたんだっけ。登場人物とかは主人公のサンとジョンぐらいしか覚えてないな。でもソロモンってのもいた記憶はある。カモメ町へようこそ。あ、もうジョンとサンは一緒にいるんだ。ここがカモメ町？なんだ、信じられないか？まあそうだな。ここが駅だよ。確かに昔はいい時代もあった。心配ない。今後20年は不動産の黄金期だ。この投資を公開することはないさ。ここをまっすぐだ。見て回ってくれ。ああ、いや、町よ。村って言いかけたな。ジョン見て、大きなタコ。まあ、待ってくれ。駅を出たら誰もいない。じゃじゃーん、タコ通り。一番栄えている商店街だよ、昔はね。今はさびれてるけど、ここの土地に目をつけている人もいるらしい。あーさん、待って。
なんだ、あ、クワだ、またタコだ。古い遺跡だそうだ。言い伝えによるとタコの神様がこの辺りに住んでたらしいよ。道なりに行って橋を渡れば君たちの農場だ。あ、動かせるかな。あ、動かせる。先に行っててくれ。俺は一息ついてから追いかけるよ。うん、タコ。あ、取っちゃった。クワを手に入れた。いいね。クワで畑を耕して種をまこう。先に小石や枝を取り除くのを忘れないように。あとここ光ってるの気になるんだよな。お金手に入れた。そう、日本語版のタイトルは蘇れカモメ町なんだけど、海外はね、確かね、オクトピアっていうタイトルでリリースされたんだよね。だからこうタコなのかな。あれ、ゾウ消えちゃった。西って言ってた？やっぱこのゲームドット絵がべらぼうに綺麗だよね。おお、ここだ。すごい大きな畑。お、じょうろもある。これが新しいお家？二人はどうしてここに来たんだろうね。早く来て、見てよ。もう待ってられない。うわー、大きな家。ベッドだ。ようやく快適に寝られるね。どうやらこの家を気に入ってくれたようだね。大丈夫そうならこちらにサインを。よし、これでいい。そうだ、これは引っ越し祝いだよ。大根の種ってことかな。種を選択すると酸が植えてくれる。へえ、二人で協力して野良仕事をするんだ。俺はもう行くよ。楽しい暮らしになるといいな。ね、楽しみ。ん？お、よし、準備できたよ。これジョン背中になんて書いてあるんだ。漢字っぽい文字が書いてあるけど、ジョンはどう？かっこいい。行こう。種を植えなきゃ。アルバムが更新されただって。なんか時間進んでったな今。これなんだ？あ、マップ。おう、なるほどね。右上が駅か。で、なんだっけ、商店街。その南が商店街で、その西が私たちのお家と。そんなにマップは広くなさそうだね。作物めっちゃある。あ、魚もある。その他とは一体。未発見だらけ。全部発見したい。ソロモン、カモメ町の農場を売ってくれた人。農場じゃねえ、農場を売ってくれた人。でもなぜか急いで売りたがってた。登場人物も結構いるね。結構どころじゃないな。めっちゃいるな。へー、これね、700円ぐらいだったんだよね。相当ボリュームありそうだな。あ、てか40分の1って書いてある。40人の住人と出会えるのか。
あ、で、これ設定とかね。よし。始めますか。なんか先拾えって言ってたな。何で拾うんだ？あ。やばい、何も教えてもらえない。とりあえず空いてるとこ植えてっか。もう酸が全部やってくれる。よし、種はもうない。トイレットペーパーペロンって出てきた。で、ジョウロがあって、ジョウロを手に入れた。作物の成長には毎日の水やりが欠かせない。ジョウロを使えば魔法のように水が湧き出てくるぞ。あ、そうなんだ、水汲まなくていいんだ。かわいいジョウロだね。ジョウが持つと変な感じ。何者？ユウユウだって。ふわー、そろそろ来る頃だと思ってたよ。ジョウロの妖精さん？いや、幽霊だな。僕はユウユウ、主戦度のユウユウさ。自分で自分のことなかなか主戦度って言わないけどな。私たち越してきたばかりなんだ。私はサン、こっちはジョンだよ。押してきた？このさびれたゴミために。よっぽどお金がない田舎者なんだね。これはあなたのジョウロ？この魔法の異物のこと？あ、本当に魔法のジョウロなんだ。あげるよ、君たちのものだ。気をつけてね、ひっくり返すと水が無限に出てくるから。それじゃ作物を植えてしっかり稼ぎなよ。昔のユウユウみたいに破産しないようにね。破産したんだ、主戦度なのに。質問があればいつでもどうぞ。ヒントくらいは教えてあげる。ほう、チュートリアル幽霊かな、これ。タコの像があったら注目して、いいものが見つかるかもよ。あと、これも気になってるけどな。料理モニュメント154分の0。そんなに料理できんの？あ、だから全部達成するとここに像が立つんだ。なんか謎の卵12分の0。あ、なんかあるぞ。タコの像この先にあるけど行けないや。とりあえず水をあげよう。よし、うん、変わらず、会話変わらず。これなんだろうね、これ。この鉄の機械。できることがないな。入る。トイレでした、ここ。トイレ使う。トイレットペーパーがありません。トイレは使えません。トイレットペーパーあるよ、右に。あるよ。嬉しいね。え？足してる？よう。トイレットペーパー失った。失ってしまった。大丈夫だったのか。使うことでそれが後に肥料になったりとかしたんだろうか。お、手袋。
収穫用手袋。へえ、収穫用手袋を使わつけないと収穫できないのか。作物を傷つけることなく収穫できる。うんふん。この辺で野草とか取れないかな。とりあえず手袋はつけてるけれども、これこっから西はもう雪なんだ。へえ。あ、ダッシュできる。これなんだ、卵？違うな。ヤシの実っぽいな。鶏だ。収穫。撫でた。終了。水神モニュメント21分の1。 1? なんか取った1。そこの空き地はどうすればいいんだ。なんか鎌みたいのあんだよな、そこに。とりあえずなんか今できることないぞ。あ、キャベツ。よし、キャベツ植えよう。何個あんだ ?1 個だけか。あ、取れる取れる。ゴミも拾えんだこれで。よいしょ。この小枝や草は何かに使えそうだよ。お、DIY。 何を作ったんだ。じゃじゃーん。かかし、かわいい。かかしだよ。これからはあなたが町長さんだよ。名前はホフマン。畑をしっかり見守ってね、ホフマンさん。何も起きなかった。水あげてなかった。虫を捕まえたりとかはできないんだね。疲れた時は家に帰って寝た方がいいよ。はい。疲れた時って左の体力かな。これ鐘鳴らすとなんか起きるのかと思いきや何も起きない。収穫モニュメント35分の0。モニュメントコンプしたいな。釣りが大変そうだよね。あと料理か。料理の数もえげつなかったな。これ左側、クワとか、ジョウロのアイコンあるけど、星マークがついてるね。グレードがあるんだな、きっと。で、ツールは残り2つか。1つはカマだけど、もう1つなんだろうね。釣り竿か。はいはいはい。で、ここね。今いる場所は。さて。今日他に何かできることあるのかな?まあ一旦探索してみるか。人がいなさすぎ。これ寝るか。今日はもう寝るでいいのか。種とか落ちてないかな。あ、ソロモンもいないじゃん。2人しかいないよ。2人と幽霊1匹。
お、お、あ、ここか。友達モニュメント2/40。ユーユーとソロモンか。うん。終了。寝よっか。ていうかもう暗くなってきた。一日早いぞ。夜にしか起きないイベントとかあんのかね。寝るか。うん。寝ます。黒パン。夕食まで時間をスキップしますか。はい。20時夕食なんだ。すっかり暗くなっちゃったよ。続きは明日にしよう。20時が限界。寝る？夕食は？ここにいてもしょうがないもんね。明日まで寝る。大根を植えた、収穫できるまで待とう。初めて釣り上げたトイレットペーパー。キャベツ釣り上げた。ああ。釣り扱いなんだ。ふんふんふん。お。体力回復した？よし、大根を見に行こう。パン。ハートが30回復。1日でいけんの？おお。やった、大根ができた。これで何か美味しいものを作ろうよ、ジョン。うん。レシピ考案。大根スープ。淡い味わいの大根で作ったさっぱりしたスープは努力の賜物。
大根スープ。大根1個だけ使う。星1だって。グレードがあるんだね、料理にも。作ろう。なんか大根以外も入ってる気がするけど。この曲懐かしいな。うん。うん、美味しい。自分で作った大根は最高だね。お、体力増えた。お、誰か来た。ああ、きらめく陽光、新鮮な空気。あの親子だ、三人でいるんだな。ここは気に入ったよ。名前何だったっけ、この子たち。あいつらここまでは追ってこないよね。大丈夫だよ、ダニエル。ダニエルだ。もしもあいつらが来ても僕が君を守るよ。こらよ、恐れるでない。ここは地図にも載っていないゴーストタウンだ。私たち以外に来る人なんかいないさ。さもなくば。お手紙。あ、ソロモンからだ。お手紙付きだ。ジョンとサンへ。お二人に払い戻し金があります。実はお二人が購入した土地の価格設定に誤りがありました。社を代表してお詫び申し上げます。お金を取りすぎたって。そちらでの暮らしは楽ではないでしょう。返金額は多くありませんが、お役に立つことを願っています。お元気でお過ごしください。また会えるのを楽しみにしています。え、1000。めっちゃもらえたな。これ水あげてる？あげてるか。種がないとな。ああ、もうトイレットペーパーないんだ。トイレができない。西の森の中に象があるんだ。象にお供え物をするといいことがあるんだって。西の森にはどうやって行くの？いけませんね。まあ、もらったお金で何かができるはず。ここは平らだし駅にも近いよ。悪くないね。まさしく天の采配だな。こんにちは。観光に来たの？危ない。今のなんだ、ダニエル。小さな子を怖がらせるなよ。ダニエル兄、彼女は税金を取り立てに？頼むからレンズを拭いてくれ。こんなに可愛い子が税金の取り立て屋なわけないだろ。怖がらせて悪かったね。私は貿易商のウィリアムだ。ウィリアムか。こっちは私の息子ダニエルとダニエルだ。こんにちは。
怖がらせてごめんね。いいね、ダニエル2人が一緒にいるってのいいね。私は3、ここに引っ越してきたばかりだよ。3だね、先ほどは失礼した。これからはご近所さんだ。お互いを知り合わないと。ご近所さん？あなたたちもここに引っ越すの？やった、ジョン、ご近所さんだって。でもトットーさん、土地を買うお金なんかないよ。大きな声で言うな。私が何とかする。君はサンのお父さんだね。違うよ、ジョンはジョンだよ。あ、そうなのか、失礼。では自己紹介だ。私たちはウィリアム商店、この町カモメ町、そうだカモメ町だ。カモメ町に来たのはここに商社を作るため。嬉しいね。だよね、ジョン。ここでお店をやりたいんだ。欲しいものを揃えるよ。それに持ち物を売ることもできる。お店、欲しいものが何でも揃ってる雑貨屋さんみたいな。すごい。何か手伝おうか。ぜひ。その君たちは親切だな。ご覧の通り、まだ店は準備段階でね。倉庫と住居が必要なんだ。金はいくらかあるが材料がない。でも父さん、お金はないよ。静かに。材料、畑で大根を作ってる以外は石か木しかないよ。石と木、そりゃいい。あの墓に石と木材を入れてくれ。あとは私たちがやるよ。簡単だよ。だよね、ジョン。おっと、忘れるところだった、これを。よく言うように、いい仕事にはいい道具だからね。なんだ、あ、斧か。あ、じゃあ釣り竿じゃないんだ。残り斧で岩行くの。あ、そう、あ、斧だ。じゃあ一番下のハテナが、左下のハテナがあれが鎌かなんかか。うん、うん、全部私が取ってくるのか。今日中に頑張るぞ。10-20。あ、違う、これ鎌に見えて釣り竿か。え、ここを切りたくないな。この辺はいいか。いいね。よいしょ。片手で。スタミナは結構持つ。よし、これで20-20。まあ、こんだけあれば全然足りる。
よいしょ。君たちがいてくれて本当によかった。息子二人を育てるのは楽じゃない。その上店まで出すとなると大変だからね。石と木材をここに入れておいて、あとは自分たちでやるから。ここに引っ越してきたの？もしかして夜逃げ？なわけないか。詐欺にあったとか？だいぶネガティブだな。 OK、 これでいいよ。材料が十分集まった。もう集めたのかい？よく働いてくれたね。ありがとう。あとは私たちに任せてくれ。やろうか、ダニエル。うん。準備できたよ。では回転だ。おう、テント。ウィリアム商店は正式にオープンいたしました。あ、ソロモンだ。あいつは誰だ？あ、ソロモン。まずいぞ、まずいぞ。何？ソロモンも開店をお祝いしに来たの？終わった、完全に。なんか困ってるみたいだよ。確かめてみよう。ウィリアム商店の未来は明るいぞ。買い物できない。できない。あのソロモンって人は知り合い？必要なものがあったら、うちのお店に来てね。まだ買えないか。そこに種があるから、欲しかったんだけど。ソロモンどうしたの？不動産業界で20年にわたって、気づいた輝かしいキャリアが、俺の財産、俺の仕事、完全に終わりだ。事業に失敗したみたいだな。ウィリアム、ソロモンは病気なの？心の病気だよ。心の？心臓発作？いや、心の中が病気なんだ。心の中の私に何かできるかな。大丈夫、治療法はわかるから。私にはホメオパシーの心得があってね。食べ物で治せるよ。絶望している人に希望をもたらす魔法の食べ物だ。本当に？もちろんだと思う。れっきとした治療法さ。さつまいも、ほう、芋がない。焼き芋、美味しそう、ね。ちょうど今、私がプレイしている時期は真冬だから。時期的にもいいな。焼き芋とか最近食べてないな。待っててね、ソロモン。希望を持ってくるから。芋の種がある。うちの商品はどれも高品質だよ。買えるぞ。あ、結構するな。大根はいいとして、3つぐらいずつ買うか。お金がない。え2個ずつ買うか。はい。
買いすぎかな。売る。5円で売れんだこれ。大根とかも結構な値段で売れるね。うんはん。注文する。注文したい。養蜂箱。はあ。へえ。お金稼がないと。これ注文すると買うは何が違う？買ったな。注文？アップグレード。あーなるほどね。鶏の餌、家畜の餌、鶏以外にも家畜がいると。これ養蜂箱買うべきだったのでは。そんな気が。1000円で1個ずつ買うべきだったのでは。お金が足りない。なんてこった。でやっぱり買うと注文するの違いが分かんない。注文するの方には鶏の餌とかがないのか。まあいいや。毎度あり。はい。よいしょ。誰か幕を引いてくれ。俺は終わりだ。よし、今日はもう。畑仕事だ。全部で10個ぐらい？なくなった。1列9マス。1234565 個植えれるんだね。さてと時間はあるから、こういけるじゃん。石とか売っていいのかな。お金だ。釣り竿じゃないのかな。釣り竿だね。よし、水辺で釣り竿を使えば魚を釣ることができる。釣りたい。ほいしょっと。ほい。ここきれいにしたら釣りしてみようか。てか水あげた？水あげてない気がする。危ない。
浮きを動かす。ほう。こういうこと？タイ。あ、結構簡単だな。バス。あ、浮きにもいろいろあるのか。餌なし。え？餌なし。あれ、もともと餌あった？あったらしい。レシピ考案。なんか出てくる？虫魚。魚をひっくり返さずに全て食べることができれば幸運が訪れるという。あ、グリーンサラダ。これ以上は思いつかない。あ、お金こんなとこあった。そろそろ20時になります。暗いな。釣り餌ってどこで手に入れるんだろうね。あ、さあ、死んじゃ死にそう。あれ？木材と石は大切な建築資材だ。必要な時は買うこともできるよ。じゃあ取っといた方がいいね。売らずに。はい。どうしよっかな。グリーンサラダ。あ、Y か、こうか。こっちで作ろうか。うん。よし。
サラダ食べよう。ちょっとしか回復しない。人参を植えた、さつまいもを植えた、だらら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 ら。うわー、そうなんだ。体力全然回復しないね。おはようございます。